し。はい、おはようございます。今ね、時刻が6時10分です。今日早朝出勤なんですけど、見て、霧がめちゃすごくないですか？朝起きて、びっくり。すごいですよ、本当霧が。ライトつけてないと対向車ちょっと発見がほら遅れるぐらい。よいしょ。わあ、ミラーもほとんど何も映ってない。これ絶対ライトつけてなかったらもう直前まで対向車の姿が見えん感じですね。すごいな。多分今から峠ね登っていくんですけど、ずっと多分こんな感じだろうね。すごい。この辺はそうでもないね。山の中とかやっぱすごそうですね。腰がめっちゃ痛いんですよ。昨日からなんか腰がおかしいなーって思ったんですよ。で今朝起きてみたらもうちょっと歩くのも正直しんどいぐらいね。歩くのとか、あとこう椅子座ったり立ったりのその初動の時ね、動き始める時がもう激痛。今座ってる時もズッキンズッキンしょるんですよ。これなんでかなと思ってね。そんな激しい手摘みしてないんですけどね。昨日、月火水、今日木曜か。何なんだろうね。畳30枚積みましたけど、あの畳も別に本畳じゃなかったんで、そこまで重たくない分だったんでね。まあまあ、なんかのあれが今になってきとるんでしょうね。ほんと腰が痛い。誰かが踏んでぐしゃっと割れた感じが。今日はね、天気暑くなるみたいで晴れるみたいです。昨日また一日中雨でしたけどね。今日は7月6日木曜日です。あ、もうそうでもないね。もう霧がね、思ったほどでもないね。なんか霧って周りから見よったらすごいけど、こう運転し始めるとなんかそこまででもないみたいなね。そういうことって結構ありますよね。むしろさっきのあの下の方がすごかったな、霧は。あ、全然じゃん、山の上の方は。全然でしたね。あらあら、なんかもっと霧の中をゆっくり走っていく動画が撮れるかと思ったんですけど、あれ大したことなかったね。はい、今日は早朝出勤で、またアコちょこちょこ行きよるところ、安市じゃないわ、古市朝南区古市の現場、国道183回ね、183沿いにあるね、現場なんですけど、あっこがまたボードが多いんよね。ボードとスタッドがね、鉄くずが多いんで持って帰って仕分けが大変なんよね。あ、3日前ぐらいの方がよっぽどすごいな。3日前ぐらいはね、あの広島市内が全然見えんかったんですよ、霧で。しっかり見えるもんな。
腰が痛い。ズッキンズッキンする手摘みちょっと今日できませんって言おうかな。どうしよう。まあそれぐらいね、ちょっと仕分けもなんかしんどいぐらい痛いんですけど腰が。痛み止め飲んでどうとかいうちょっと痛みじゃない気がする。本当あの なんだろう。本当あのお尻と背骨、まあ、骨盤っていうかな。あの辺りがめっちゃ痛い。ど真ん中がね、めっちゃズッキンズッキンしますわ。痛み止め飲んだ方がええかな、効くかな。これ中が曇っとんか。明日は多分天気持つんですよね。土日がまた今度広島はね大雨が降るみたいで、ちょっとソフトボールの練習ができるのか心配ですけど、交換してメーターリセットしたんですけど、オイル交換して今1058キロ走ってます。はい、その間の平均燃費 7.8 キロになってます。はい、8キロリッター8キロ切りましたね。っていうのが最近エアコンつけて走ることが多いんで、すぐもう燃費が悪くなります。もう明らかに 7.8。なんかさ、エアコンつけた状態でまあ一待ったりとかさ、2、30分止まっとったらもう一目盛りぐらい減るもんね、燃料が。ほんまに大げさ抜きで。よいしょ。府中東小学校、この間ここじゃなかったかな、あの新二さんが YouTube チャンネルで母校じゃ言ってから来とった。ここじゃなかったっけな、府中町の違うとこだったかな、なんかここだった気がするんですけどね。まあ、府中も府中町も小学校いっぱいありますからね。よいしょ。厄介ですよね。なんかやる気がほんまないなる。運転するのも辛いもんね。ちょっとイブでも飲むか。腰痛い。別にフローリングに寝たとかそんなんじゃないですけど、毎日ちゃんとベッドに寝とるんですけど。そうそう、カスタムビルダーさん、ミネルさんたちにいただいたコーヒーがもうあと2本ぐらいしかありません。で、ともえもんさんにもらったエメマンはもう1週間前ぐらいにはもうないなってました。はい、で、このコーヒーもビルさんにもらったやつももうなくなります。貼ろうと思ってね、これ買ってきたんですけど、プラダンボールをこれに貼ろうと思って、これカットできるんです、好きな大きさに。まだ貼れてません。あと1本じゃ、ラストの1本でしたこれ。はい、今日家から持ってきたんですよ、もう段ボールごとね、段ボール捨てようと思って。
スト1本だって。ブレもなかったな、この度。まあ、昨日若干ちょっと痛いなと思ったんですけど、まあその程度で終わるかと思ったら今日ひどくなっとったな。あ、ビルさん、ミネルさん、ユリユさん、いただきます。ラストファイヤー、シンゴさん、ナオコさんもかな、ありがとうございます。出してなかった。あかん、腰が痛い。ちょっと今日マジこれやばいな。ちょっとダンプ行って水で薬飲もう。ちょっとほんまに、あとね、あれ作ってきました。今日慎吾さんからいただいた板わかめで、あのおにぎり2つ作ってきました。昼ご飯で食べようと思って、はい、サブチャンネルの方でね、昼飯動画で食べようと思って。そう、わかめとあと塩ちょっとね、パラパラーっと振って作ってきましたよ、2つ。おにぎり作ってきました。板昆布、昆布じゃない、板わかめおにぎり。もう食べたいけどね、今。お昼に取っときます。ああ、腰が痛い。はい、なんか、ほんと、なんか、なんのことはなかったんですね。もう僕が、家出た後が一番すごかったわ。僕の家近辺がね。動画カメラ回し始めた頃はもう霧が終わりかけた頃でしたね。いやー、腰が痛い、腰が痛い、腰が、もうこの体勢になるのですら痛いわ。いやー、これはシート畳むも今日やね、これほんまシート畳むもん、これ。今日はちょっと一日腰痛との戦いになりそうですけども、はい、皆さんもあちゃこちゃ痛いとこはあると思いますけどね、無理せず、まあ無理せんといけんのんじゃけどね、無理せんとやっていけないのですけど、まあ無理せずぼちぼちやっていきましょう、はい、働かんとね、おまんま食えなくなるんでね、体は一つしかないけど頑張っていきましょう、はい、よいしょ。はい、時刻が7時59分です。今ね、廃材下ろしてきました。会社に着いてすぐ6時半頃かな、これ飲んだんですけど、イブクイックデラックス、もう空っぽになったんですけど、効いてますね。完全に痛みは取れてないけど、だいぶ和らいで、仕分けもスムーズにできました。やっぱすごいね。まあ、多分骨折とかそういうひびとかが入っとるわけじゃないんで、骨に神経が多分圧迫されとるんだと思うんですよ。だからやっぱこれ効くんですね、痛み止めって。早めに飲んでよかった、ほんま。で、1時間半、今薬飲んで1時間半ぐらい経ちますけど、ほんとじんわりね、和らいでから、ほんとこうやってグッと力入れるとやっぱズキッとしますけど、全然こうじっとしとくにはもうその痛みがほぼほぼなくなっております。
まあ、今日は一日ちょっとこれもうないですけど、早めにねまたもう一箱買って、今日はだましだましやっていこうと思います。はい、よし、じゃあ今日はこんな感じで腰痛と霧の朝ですっていうね動画で終わると思います。はい、ご視聴終わると思いますっていうか終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんも腰痛体調お気をつけください。さようなら。